赤崎瀬尾赤星マシマシ TV。 赤星マシマシねえ、いないですけどね。はい、まあ、ちょっと2人でねお送りしますけど、はい、まあ、前回のね動画で言った通り、うん、赤星くんがちょっと胆石が溜まって入院したということで、はい、まあ、僕と瀬尾2人なんですけども、はい、まあ、レア回だと思って聞いてもらえればと、ね、本来だったらこれもね3人でやる予定だったんですけど、まあそうなんですけどね、その動画撮ってからね、そうなんですよ、この間にねいなくなっちゃったんで、ね、いなくなっちゃった、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと、まあ、これ G3 浦安さんは、はい、あのラーメン二郎インスパイア系を主に扱っている通販サイトということでね、うん、はい、僕はあの混ぜそばの方を今回選択しまして、うん、フライドオニオンと魚粉がデフォで入ってるという良心的なパックをね、今回いただきました。でちょっとね、あの前回の赤星くんと若干勝手が違うので、ね、うん、駆け足で、はい、駆け足でちょっと調理風景の方をねちょっと見ていきましょうということで、うん、まあ、やっぱね僕何回かあの家で作って思ったんですけど、うん、はい、やっぱり温かいのを維持するのがやっぱ難しいなと思ったんですよ。なるほどね。特に混ぜそばとかスープもないから、うん、だからやっぱり丼にお湯を入れてそこにスープも入れとくと、うん、まあ、そういったことを心がけて作るのがやっぱりいいかなという、保温をね、保温をしておくとね、はい、そういうのがいいかなと思いました、うん、で僕あの3分半が推奨なんですけど、はい、僕ちょっとやややわめが好きなんで、うん、あの4分で行かせていただいてますんで、ちょっと あなたたちは時間を守らないよね。いやいや、すいませんね、赤星さんは時間早めたり。まあでも書いてあったからのお好みでっていうね。 あでチーズはあの自分で用意したんですけど、いやちょっと待ってくれ、うん、バーナーみたいに、いやそうなんですよ、チャッカマンでバーナーみたいにやってるじゃん。これ実際にあのやったら美味しいですよって G3 浦安さんからメッセージいただいたんですけど、 あのやっぱチャッカマンだとね限界ありましたね。誕生日、いや誕生日ちょっとねケーキっぽかったけどね、誕生日ですか。変に部屋が暗いからね、うん、余計に。あでとろろはあの前ね栃木で食べて、うん、ラーメンジャンクさんそれが美味しかったので、ね、このアレンジで加えました、完成でございます、うん、はい。でこちら卵黄とチーズととろろは僕自分で用意しましたけども、うん、G3 浦安さんのサイトには一応卵黄も載った形で写真が載っています、はい、で推奨だと思いますそれは、はい、はい、いただきますということで、うん、まず麺ですね、まあわしわし感がね、うん、十分にある麺なんですけども、うん、まあ、僕は4分やったんで、うん、さらにもちもち感がプラスされて、でそこに甘いタレがねものすごい絡んで美味しいなという感じになってましたね。で豚がこれ見た目ものすごいギュチッとして引き締まってるんですけども、うん、ものすごいね柔らかくてね、うん、でタレというか返しがね、うん、染み込んで非常に美味しい豚となっているなと思いました、はい。ちょっと家庭感溢れすぎだな。いやそうね、はい、ちょっとね猫ちゃんが上の階にいるからいない台所でそのまま食べるっていうね、うん、裏事情がありましたけど、あ混ぜました、あやっぱこれですよね、やっぱ、まあ、そうね、やっぱ醍醐味だね。でなんか九州醤油を使ってるらしいんで、うん、通常の混ぜそばよりもちょっと甘めっぽいんですけど、うん、でそこに卵黄の甘めで合うのかなと思ったんですけど、うん、これ甘い甘いでもね、意外と、はい、美味しい仕上がりとなっていたと、まあ、別の甘さですからね。あ、まあそうだね、まあ、ジャンルとしてはね、うん、でなんかそこにんにくも相まって美味しいかなっていう感じですね、うん、あいいね、あプレモルね、あこれ盛り付けは知らんよあのたまに冷蔵庫に入れてるんだけど冷凍されちゃうやつね、はい、うん、まあ、めっちゃついてんな。いやそうなのよ、もうこのままいっちゃいますけども、すぐ飲まなかったじゃん。いや回を重ねてね、ちょっと泡少ないな。いやまあ少ないけどね、いやもう絶対うまいやつねこれは。いやまあそれそうだ、うん、あれちょっとここねアレンジも加えて、胡椒ね、はい、まあやっぱ豚今回2枚にしましたけども、うん、あの塊でもらったんで、うん、まあもう自由だもんな、もう増したいだけ増して、その都度ね豚違う味で味わってみてもいいんじゃないかと、はい。で追いチーズもね、うん、しまして、最初のチーズもだんだんと溶けていったんで、うん、うん、卵ととろろとチーズで、はい、とろとろ感があって非常に美味しかったなと思いますね、まあ、歯がなくてもね、歯がなくても美味しい仕上がりです、うん、なので4分にしました、茹で時間も、はい、てかそのバーナーじゃなくて、うん、チャッカマンの意味はあったんですか。マジでバーナー買えばよかっただよな、うん、ライターかチャッカマンだなと思ったんだけど、うんうん、あと内藤に憧れてます内藤に憧れてる、ちょっと似てるけどね、髪色という似てはねえよ、え似てねえよ、いや俺内藤哲也それ似てるなと思ったんだ、確かに、あ間違いなしレベル、はい、でビールレベルはねグラスでだいぶ上がりました。あなるほどね、はい、というわけで、はい、非常に混ぜそばも高いですね、はい、美味しかったです。でちょっとね余談になるんですけども、はい、まあ赤星くんが不在ということで、はい、まあ、入院って形になったけど、はい、この動画では明かしてないけど8月とか7月にもさ1回病院に、うん、ああ行ってますね、行ってるんですよ同じ症状で、はいはい、なので本当に二郎がどうこうっていうよりも全部の蓄積なんですけど、うん、はい、まあ、前回の G3 さんの次に入院しました動画を出したじゃないですか、うん、それを見た、うん、それを見た G3 浦安さんからメッセージで、うんうん、すいません僕のせいでしょうかって違う、ご心配のメッセージをいただきましてね、うん、はい、いやなんでここで公式に
本当にずっと体が悪かったんだぞっていうことをね。ずっと悪かったんだな、あの人。そう、本当一回病院行ってるからね。一回行ってんすよ、はいはい。なんで非常にね、ご心配も。そん時に止まれなかった。いやね。でも本当にたまたまタイミングが今になっただけだっていうことをね、はいはい、ご了承くださいということで、はい、なのでね、非常に G3 浦安さん美味しくてね、はい、うん、バリエーションもあって、うん、でなんかのサイトにはね豚単体で売ってたりとかね、選べるのでぜひともおすすめなんで、はいはい、注文保存してくださいということでね、はいはいはい、美味しかったです、ごちそうさまでした内藤さん、はい、内藤哲也です。